先日の2軍戦で満塁ホームランを放った林選手、解説も入るとは思わなかったという打球はぐんぐんと伸びてバックスクリーンに飛び込む衝撃のホームラン。林選手は打球に角度がつき始め、長打がかなり増えてる。抹消された時に新井監督から長打を増やすように指令を受けていた林選手、少し時間はかかったけど、現状は今シーズンを見ても最高の状態にあるんじゃないかな。わしはもう1軍確定じゃと思うちょい。現在2軍で5試合連続安打中、3試合でマルチ安打、2本目打、8打点、ここ8試合で3本目打とその長打力を遺憾なく発揮してくれてるよ。今季は1軍で17試合に出場、40打数9安打で打率2割2分5厘、本目打0本。なかなか1軍で結果は残せていないけど、今の状態なら打撃の救世主となってくれると思う。シーズン最終盤、打力が落ち込む1軍には林選手の長打力が必要なんじゃないかな。他にもバッティング好調な選手もいるけど、今2軍で一番打球を飛ばせる林選手、最高の状態で1軍昇格を期待していきたいね。ということで、林選手のお話でした。